ひねそう、座標地は、長福寺石ヒネソは、鎌倉時代の1234年に、泉国姫ネ軍に立草された球場家の、家領荘園。同地の歴史的景観を構成するものの中から、14箇所が1998年に、姫ネソ遺跡として、国の史跡に指定され、2005年に、長福寺跡が、2013年に土丸、雨山城が、追加指定された。 長崎層の東に広がる荒野であった当地では、1205年と1222年の2度、いずれも高野山によって開発が企てられたものの中止に終わっていた。その後、1234年に球場同化が開発を申請したところ、感染時が下り、ひね層が成立するに至った。球場受領は、寄進地形障炎が多く、 九条や自らが開発したひね草は得意な存在であった。当初は入山殿、ひねの、茨原、鶴原の4村で構成されていたが、茨原、鶴原の2村は、室町時代中期に守護領となった。また、入山田村は、船淵、勝部大木、土丸の4集落からなり、入山殿4家村とも呼ばれた。入山殿、ひねのの2村は、 現在の大阪府泉佐野市大木地区、土丸地区、ひねの地区に該当し、熊取町の一部にもまたがっていた。中世当時の様子は、九条家文書や、1501年3月から1504年12月まで、九条正本が入りそうした際に記した、正本公旅引付などの古文書から伺い知ることができ、ひねの村絵図に描かれた、自社、ダメ池、 丘陵などの景観配置は現在まで保持されている。上述の古文書や絵図にも登場し、中世荘園の様子をとどめる、寺社、城石、ため池、水路など16カ所が、ひねそう遺跡として、国の史跡に指定されている。また、ひねそうの奥に位置し、王子の景観を残す、大木地区は、犬垣山七宝滝寺の境内を含め、ひねそう大木の農村景観の名称で、 文化財保護法に基づき重要文化的景観として選定されている。ありがとうございます。